皆様、フラ講師のひろこです。今回はバーバエカというステップをご紹介します。バーバエとはハワイ語で足という意味があります。カとは刺すという意味もあるハワイ語です。自分の足が自分の進む方向を指してくれる、そんなイメージで動かしてみてください。ではこのステップの体の使い方を説明しますね。まず足を腰幅に開きます。自分のおへそをキュッと締めるようにして自分の体の中心を意識します。そのままゆっくりと膝を曲げるというよりは腰を落とすというようなイメージです。そうすることによって自分の足の付け根が少し後ろに引いている、緩んでいる状態であるということを確認してみてください。そしてこの動きの一番基礎的なものは重心の移動です。右左、歩いている時と同じように左右に自分の重心をまず移動させていきます。そしてまず左に重心が乗った時には右足が前に出て、そして地面を指します。一度腰幅の位置に足を戻してきたら、今度は反対、右側に重心を乗せて左足が地面を指します。一度戻してきて左に乗って、戻してきて右に乗って、この動きの時に足を一生懸命こう斜め前に出さなきゃ、斜め前に出さなきゃというよりは、しっかりと自分の重心を左右に移動させるというふうにイメージしてみてください。イメージとしては、出す足は自分の腰幅からまっすぐ前に出ている位置でも、重心がその反対側に乗るので、それに自然につられるようにして足が斜め前にポンと置かれる、そんなイメージです。それではイプヘケの音に合わせて練習してみましょう。いかがでしたか？もう一つ気をつけるところとして、斜め前に伸びた足のつま先をきれいに伸ばしましょう。そして前に出した時に、出した方の足のかかとは軽く床から浮いている、そんなイメージです。このバーバエカーも左右に揺れる自分、心地よく揺れる自分、そして歩いている時と一緒ですね。自分の重心が左にある時には、その反対側の右足が自分の進む方向を
しっかりと指してくれます。逆に自分が右側に乗っている時にはその反対の足、左足が自分をしっかりと進ませてくれる、そんなイメージでこのステップを好きになっていただけたら嬉しいです。ご覧いただいてありがとうございます。